山口ダムは、木曽川本川中流部、長野県木曽郡な木曽町に位置するダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、山口発電所へ送水して、最大4万2千キロワットの電力を発電する。また静波発電所の取水ダムも兼ねる。山口ダムは、木曽川を横断する形で築造されたダムである。 読書ダムの下流、落合ダムの上流に位置する。形式は重力式、コンクリートダム。ダムの包み高は38.6メートル、包み長長は181.4メートル、包み体積は6.1万立方メートル。ダム長部には6門のラジアルゲートが並ぶ。ダムによって形成される、調整地の総貯水容量は348.4万立方メートル。 うち利用水深5.0メートルまでの有効貯水容量は126.4万立方メートルで、淡水面積は31ヘクタールに及ぶ。ダムより取水する関西電力山口発電所はダム下流の左岸、同じく山口ダムより取水する静母発電所よりも下流側に位置する。ダムとの間に長野県と岐阜県の県境が通っており、 発電所は岐阜県側の中津川市山口にあるダム水路式発電所であり最大出力4万2 0 0 0ットで稼働している発電所の最大使用水量は7 8 0 0ー、片メートル毎秒有効落差は62.39メートルダムと発電所は総延長3070.8メートルの導水路でつながれ 上部水槽から長さ100.34メートルの水圧鉄管1畳にて、水を落として1台の水車発電機を稼働させる。水車は、東芝成立軸炭流タンディング渦巻き、フランシス水車を採用し、発電機は、東芝製の容量45000キロボルトアンペア、力率90%、電圧13.2キロボルト、回転数 172rpm のものを設置する。 発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造の半地下式で建設されている。静母発電所、大正、昭和戦前期、木曽川では、当時の大手電力会社大同電力によって、水力開発が進展した。同社における木曽川最初の発電所が、全身会社基礎電気工業時代の1919 19年に、完成した静母発電所であり、 これは高さ7メートルの堰堤から取水する水路式発電所であった。完成後の1920年3月、大道電力は静母発電所の下流川、岐阜県内に5地点の水利券を獲得する。このうちの一つが落合地点で、当初は水路式発電所で計画されたが、実際にはダム式による落合発電所として1926年に竣工した。 この落合発電所建設に際し、元の落合地点の水利権は分割され、上流部分が坂下地点として未開発で残された。この坂下地点は水路式発電所で使用水量44.52立方メートル毎秒、有効落差13.03メートルに手出力4430キロワットを得るという計画であった。 坂下地点の開発は長く実行に移されず、計画は日本発送電を経て戦後関西電力へと引き継がれた。関西電力ではこの開発計画を見直し、発電所を岐阜県坂下町から対岸の長野県山口村に移すとともに、静母発電所と共用の調整地を渚町東に設置するという方針を決定。その準備として、 ダムに干渉する木曽川佐賀の国道十九号付け替えを1955年6月に実施し、同年12月には地元山口村と保証に関する協定書を交わした。そして保証協定成立に伴い12月、坂下発電所建設に着手した。後期は2年間で、1957年11月30日にダムでは淡水式が拒行され、淡水を開始し、 12月2日には発電所の水車試験も完了して、発電所は12月29日付で仮認可を得て営業運転に入った。運転開始に伴いこれまで坂下発電所としていた発電所名を山口村の要望を取り入れて山口発電所へと変更している。また発電所出力は当初から最大4万2 0 0 0ットである。2019年2月20日、 関西電力は山口ダムにおける河川二次放流を利用した新発電所建設を発表した。発表によると、河称山口二流量発電所は最大使用水量2.84立方メートル毎秒27.39メートルにより最大630キロワットを出力する発電所となる予定で年間発電量は450万キロワット時となる見込み。 営業運転開始は2022年6月が予定されている山口発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。